皆さんこんにちは。今日はビリヤードの一つの種目スリークッションをご紹介しましょう。普段ビリヤードというと、皆さんはこのようなルールのもとプレイされるものを思い浮かべるでしょう。しかし、よくご覧ください。何か異変に気づきませんか？そう、穴がないんです。穴がないんです。ヨーロッパでは盛んなこのゲーム、スリークッション、ルールは至ってシンプル。自分の球をついて残りの2つの球を当てるだけ。ただし、最後の球に当たる前に3回以上クッションに当てなければならないのです。それがスリークッションなのです。さあ、それでは早速ご覧いただきましょう。 Welcome to スリークッション。